リメイクチャレンジを始めます。見てね。眠い。はい、始めます。まずこちら2つ私のポーチです。顔だけ洗って二重の後付けだけさせてもらいました。長くなるんでずっと早送りです。見てね。髪も結んで、まずエイボラのフォトレイでエアブラシエフェクトメイクアップの03番、英語読めません、読んでください、お願いします。お、まず適量、いつも自分が使うぐらいつけてから、メイベリーのスキンブラインとナーモイストタイプのパーリーピンクを混ぜて顔に塗っていきます。この時も手で均等に塗ってから、こちらのスポンジの表面部分が広い部分でパン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 馴染ませていくように叩いていきます。で、鼻のサイドとかは細い方で馴染ませてあげてください。で、次がシカメイクのシェーディングパウダーを鼻と顎のラインに入れてきます。で、次はアヴァンセのラッシュセラムで、これまつげ美容液になってます。鼻高パウダーを鼻の上とそのサイドに塗っていきます。ぬれぬれぬれ。で、その次がレブロンのフォトレディプライマープラスシャドウです。こちらの白い部分を目の下に入れて涙袋をちょっと作ります。まあ、もともとちょっとあるんですけど、まあ、それをさらにぷくってさせるために塗ってます。基本的アイシャドウはしないんで、涙袋だけ作ってます。お、まだまだか。あ、おう、んー、よし、できたかな。次がエチュードハウスのプレイペンシルの28番の多分ピンクのラメです。黒目の下に入れてちょっとぷくってさせたいと思ってます。次がワセリンのリップバームクリームブリュレの香りです。これは口紅を塗るため下地として塗ります。次はなんだ、あ、次は資生堂のビューラーでまつげを上げていきます。結構モードな感じにしたいんで、がっつり根元から上に上げていきます。資生堂はなんか自分の目の形に合っててすごい使いやすいです。次はロレアルパリのフォクシールパピオンの01ブラックになります。こちらはシリコンのなんかブラシになってるんで、すごいがっつりつくし、カールの持続もすごいいいんで、これ本当におすすめします。ぜひ使ってください。うん、どうしよう、マックかな。いや、でもモードっぽくしたいからロレアルパリにします。ロレアルパリの方の赤いリューズです。ロレアルパリカラーリッシュエクストラリューズになります。こちらはあのゴールドのラメも一緒に入ってるんで、ちょっと光に当たったりするとキラキラするんで、すごい可愛いです。これは割と本当にあの赤リップの中で好きです。安いし割と。じゃん、次はロレアルパリのルーセントマジックッションブラッシュのコーラルピンクになります。口紅が濃いので血色良くなるぐらいちょっとだけつけます。ロレアルパリ好きですな私。で、最後にキャンメイクマシュマロフィッシュパウダーになります。マットな感じにしたので薄付きにちょっと顔に塗ります。最後は鏡カチコッケ、あ、最後じゃなかった、もう一度まつげを上げて、で、よし、あ、まだだった。資生堂のアイライナーを引いていきます。最近アイライナー引き始めたんですけど、なんか昔は全然してなくて、でもなんか周りの子たちとかがすごいし始めたんでしてみました。練習中です。なんでかなり時間かけます。うん、オッケーかなみたいな感じで、よしって髪を元に戻して、もともとパーマかけてるんで軽く整えるぐらいにしてから、はい、完成です。あんま変わってないのが悲しい。